あの。よう、二人さん。仲のよろしいことで。バーカ、私はあんこに団子を頼まれただけよ。お前が人を待つのは珍しいな。供え物はオビトにか。オビト？ま、そんなところだ。カカシ、あんたが先にいるなんて珍しいな。ま、たまにはな。お前ら里のもんじゃねえな。一体何しに来た？お久しぶりです、アスマさん、クレナイさん。お前は間違いない、ウチハイタチなら。私も自己紹介しておきましょう。星垣貴様、あなたも里じゃ相当嫌われてるようですね。お前らビンゴブックじゃ S ランクになってる重罪人だ。俺に関わらないでください。あなたたちを殺すつもりはない。何の考えもなく、片木には見えない格好でのこのこ来るはずないことぐらい分かってる。素直に里から出られそうにないな。だがやりすぎるな。現実。終わりよ。俺にその程度の現実は効かない。現実返し。さすが紅さん。でもでも、ま、ここまでだよ。水遁水光弾の術、私と同じ術。影分身。畑、探し物を見つけに来ただけです。探し物？探し物とは何だ？俺なら貴様と違って時間はかからない。なんて術のスピードだ。因が目で追えなかった。影分身、術スピードが速すぎる。水分身だと？伏せろ、くれない。こっちが影分身だ。カカシ、気を抜くな。あいつは13歳で暗部の分隊長になった男だ。だがあなたの体はその目に合う内派一族の体ではない。シャリンガンの血経限界の本当の力を見せてあげましょう。奴の目を見るな。あの奴と目が合ったら終わりだ。あれとやり合えるのはおそらくシャリンガンを持つ者だけだ。俺を倒せるのは同じ血経限界を持つシャリンガン使いだけだ。血経限界のないあなたがどれだけ耐えられるかな。今のは現実。これから72時間あなたを刀で刺し続ける。あれは、これは現実だ。幻と思って鷹をくくらない方がいい。いつまであなたの精神が持ちこたえられるか。あと71時間59分59秒。どうしたのカカシ、まだ目を閉じてろって言うの？あの世界での3日間は現実世界での一瞬にも満たないというわけか。しかしイタチさん、その目を使いすぎるのはあなたにとっても危険。四代目ホカゲの遺産ですよ。ナルトか。お久しぶりですね、カカシ。
ナルトはわしが預かる。ナルトの見張り役として三代目がお前を指名したのは納得のいく判断だが、ナルトの奴は遅かれ早かれ背中に気をつけて生きていかなきゃならなくなる。そういう運命だ。狙いはナルトの中のキュービックか。コバー剛力センター。何者です？木の葉の気高き青い猛獣マイトガイ。カカシよ、ここまで。カカシとの対戦対策にシャリンガンに対する戦い方も考慮してる。足だけで相手の動きを全て把握するにはコツがいる。だがこの急場にそんなことも言ってられん。面白い、いい度胸ですね。貴様やめた。せっかくうずいてきたのに。あなたならどうにかやれる相手でも私じゃわかりませんよ。やり合えば二人とも殺されるか。おもりがあの伝説の三人とは。どんな強者にも弱点というのがあるものだ。奴らの様子じゃまだナルトは見つかってないみたいだな。あいつらすでに里に入り込んでいた。この里でナルトを見つけるなんて簡単だろう。カカシ、どうしてカカシが寝ている？それに常人ばかり集まって何をしている？あのイタチが帰ってきたって話は本当か？しかもナルトを追ってるって。あいつがこの里に帰ってきただと？しかもナルトを追ってる？どういうことだ？あいつに捕まればナルトは終わりだ。そんなことさせるか。なんかいつもエロ仙人といたらこんなんだってばよ。おおほほーだー、百発百中だ。人を探してる。ここに俺と同じ年くらいの金髪バカが来た。うん、なんかこれ下の文字パチパチするな。ここに俺と同じ年くらいの金髪バカ面と白髪のでかいおっさん泊まってるか？金髪のこと白髪のじいさんいるのか？何号室だ？ん？はいはい、今開けるってばよ。ナルト！このシャリンガンと同じ。ナルト君、一緒に来てもらおう。外へ出ようか。こいつらただもんじゃねえ。足の一本でもぶった切っておいた方が。なんだって？じゃあ久しぶりだな、サスケ。うちゃイタチ。シャリンガン、しかもあなたによく似て。うちゃイタチ、あんたを殺す。こいつがサスケの言ってた殺したい男。あんたの言った通り、俺は生きてきた。サスケの術がこんなあっさり破られるなんて。チャクラが空間を埋め尽くしていく。邪魔だ。私のサメ肌はチャクラも削り。なんで出ないんだってばよ。無駄ですよ。何この男、地雷や。女のイロカにホイホイと。女の人のウィンクなんつーベタベタの攻撃で興奮してたくせに。伝説の三人と歌い称されたジライア様なのですからね。そう簡単に足止めが成功するとは思ってませんよ。どうやらその女にかけていた現実は解いたようですね。目当てはやはりナルトか。道理でカカシさんも知っていたはずだ。なるほど、情報源は
お前ら二人はここでわしが始末する。手出すな。こいつを殺すのは俺だ。今お前などに興味はない。ふざけるな。この日のためだけに生きてきた。この日のために。もはや因すら結べぬ分際が。これは戦いだ。ニャボはなしにしましょうよ。上等だ。容赦ないですね。今まで俺は何をしていたんだ。なぜ弱いか。足りないからだ。憎しみが。まさか。そうだ。お前は弱い。今から24時間あの日をさまよえ。逃げて逃げて生にしがみつくがいい。加減に仕上がれ、てめえ！残念だろう、イタチ。貴様、お前らはどうせお尋ね者だ。貴様、来い。これまでここから抜け出せた奴はおらんの。壁の方が早いですね。このままじゃ。いないってばよ。なぜ退く必要が。今のナルトなら焦る必要はない。アマテラスまで使わされてはな。なんだこの日黒いってばよ。カツに近づくな。本来火を吹く岩釜の内臓が焼かれるとは。よし、封印術、風化封印。これでまずは大丈夫だの。あとはサスケだ。